行ってくるから鍵と魚の餌よりよろしく。餌よりとどんどんぐらいうん、5粒5粒、うん、おはよう。え、男の声したんだけど誰ん家に泊まってんのってみんな思ったでしょ。弟の家に転がり込んで芋虫のように爆睡してました。せっかく起こしてもらったのに安定の二度寝。バリ人多いじゃん、絶対そこ広島じゃないでしょうって思ったよね。正解です。はい、今日はなんとじゃーん、 ZOZO マリンスタジアムにやってきました。ちなみに野球で初遠征、大好き泣けバブ、頑張ってください。慣れてるね YouTube 見れるかな名勝負。この日はカープ対千葉ロッテの試合なんだけど、佐々木朗希を見に来ました。ミーハーなものでして、という冗談はさておき、カープを応援しに来たよ。最近野球観戦もします。早速いただきます。あもあもあも。ここでミサキズ豆知識のコーナー。トルティーヤとか生春巻きとかケバブとか包まれてる系の食べ物をあげると喜びます。みんなのスタグル、ん、スタグルっていうのかな、おすすめあったら教えて。腹ごしらえしてたら本日のお目当て間違えた、敵のピッチャー斉藤朗希投手の球が165キロ、日本人最速タイで飛んでました。もうどんぐらい速いんか想像もつかんわ。新幹線ってだいたい300キロぐらいだっけ。最近カープの曲もだんだん分かってきて、わっしゃいわっしゃい、このわっしょいわっしょいいうところが一番好きです。方法的に大きい声出せるし、応援で体力使ってるので甘い汁を吸いに来ました。そんなコーナーしてたらカープ負けちゃいました。残念。その後大急ぎで次の会場に向かっていく。普段電車乗らないから移動も楽しい。でも駅で迷っていつも地上に出れません。涼しい顔して迷ってます。到着。外からもわかるこの熱気すごくない。サンフレッチェ広島と川崎フロンターレの試合を見に来たよ。駅で迷ったせいで遅れてしまったけど、サンフレのちゃんと聞くとなんだかほっとした。広島って感じ。去年のルヴァンカップぶりにアウェイで参戦したんだけど、ここほんまにエディオンスタジアムじゃないんかいっていうくらいめちゃめちゃ盛り上がっててびっくりした。サンフレ愛、広島愛、地元愛って全国共通なんだね。この後全力で応援したけどサンフレッチェも負けちゃいました。まあけど楽しかったし、カープとサンフレのはしごなんてなかなかできないから。オールオッケー。